はい、大富豪します。大富豪します。10時から一発目やります。ログインチャレンジ、今日は谷まりかさんのお誕生日です。おめでとうございます。絵合わせカルタ、お花、あけみこでやろ、ルームフォローしました、ありがとうございます。ありがとうありがとうありがとう、あり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 あーありありがとう。お、今私は多分大富豪ですね。はい、大富豪です。なのでもし大富豪の方がいたら今のうちに都落ちをしてください。ハッピーハロウィン、バレた、そんなすぐ採用されるんだ、すごい。そうです、ハッピーハロウィンです。ハッピーバースデー、じゃあハッピーメリークリスマスじゃない、ハッピーハロウィン。さすがに無理か。昨日夜中にラーメンを食べたんですけど美味しかった。なんであんな夜中に食べるラーメンって美味しいんだろうね。本当に2時半ぐらいに食べたラーメンがめっちゃ美味しかった。で3時半ぐらいまで課題をやってたんですけど全然終わらない。しかもなんか青がもうやらなきゃいけないし、はい、やります。ああ間違えた、ベッドしてできるかな。ワーカーの大富豪や、強い。さあどうですか。そう、なんかお昼と夜を兼用して食べて結局お腹すくパターンパティーンで結局夜に食べた、ダメだったん。本当に終わんない、どうしようって感じ。カノンの奇跡、さあ今回の戦いはどうなるでしょう。あ、でも負けると思う。まあそんな弱気でいられないですけどね。かわいい、ありがとうございます。ミレイちゃんに手伝ってもらうのが一番いいかもしれないですね。ミレイちゃんに課題の一覧表を送ったらおおって言われました。あ、来た。てかみんなが優しいだけですね。あ
ありがとうございます。レフレフレねえ頑張って、初めての恋、大富豪してます。こんにちは、筋肉を触らせてなのか、ちなのか。さっきラブル山本さんのワルキーを見てたんですけど、めっちゃいいねあれ。ちょっとミーナでやりたい。こんにちは、やっと対戦できました。ありがとう、ありがとうございます。絶対負けると思いました。私はワルナン、ミレイちゃんだって何なんだろう。ワルサムルジおはようございます。ワルナンはいいね。じゃあ5分から始めます。あ、プライドは、ね、隣のバナナだっけ、もう2人のユニットで5分から始めます。なんで聞いてください。あ、待って、言わない方がいいかな、これ言わないとこ、言わないとこ、明日公演あるので、ちょっとそこで言うかもしれないです。あ、でもどうしような、めっちゃ面白い話があるんですけど、どうしよう、言っちゃうかな、どうしよう。はい、始めます。あ、日差しいいね。お、おめでとうございます。おめでとうございます。あ、ダメだダメだダメだ、なかなかない。いいか、これでいこう。料理もらってる。ちょっともう絶対誰にも言わないでほしいんですけど、まあ、ここで公開するようなもんなんですけど、私昨日伊藤美希ちゃんとお仕事が一緒だったんですよ。それで美希ちゃんリュックで来てて、なんか端、ここの両端にポケットがあって、なんか水筒とかさせるポケットがあって、ポケットがあって、ポケットがあって、私はそのポケットあ、なんかちょっとだいぶ前にショールームで使ってたマイク、黒いマイクがあると思うんですけど、それを昨日持参してて、でそれを昨日使ってて、そのお仕事の時持ってたんですよ。それでで、ミキちゃんのそのリュックのポケットの中に、アナンが、ミキちゃんが帰る際にお疲れ様みたいな、ですれ違ったんですよ。ちょっとアナンがマイク持ってて、でお疲れ様って言って、
みきちゃんが行くときにさっとそのこのうちのリュックポケットのとこにさって刺して、みきちゃんなんかやったみたいに言われて、いや何もやってないよって言って、あ分かったお疲れって言って、本当に信じちゃって、本当にちょっとっていうで、みきちゃんは今気づいてるのか気づいてないのかわかんない、だから内緒にしといてください、いつ気づくか。めっちゃ面白い。なんでまだでも連絡も来てないから多分まだ気づいてないと思います。悪なんですね。じゃあ昨日ショールームで普通にアナちゃんが可愛いみたいな話してたから多分何も気づいてないと思う。やばいぞ、ピンチだ、杉山。うん。ちょっと内緒にしといてください。みきちゃんが気づくまで。やばい。負けそう。普通に負けそうで怖い。だるまありがとうございます。だよね、いつもそう反則も消してくれた、優しすぎ。お願い、あいや、これ危ないぞ、わあ、ダメだ、負けちゃった。あーめー、みやこちかわいい、ありがとうございます。うん、だからちょっといつか青木のりかちゃんにもそういうの仕掛けないとな。昨日みきちゃんがプレゼントしたリップを使ってくれて喜ばれたでしょ。だから気づいてないんですよ、まだ気づいてないんですよ。まあでも本当に気づくまでこれは黙っときます。面白いことちょっと思いついちゃって、杉山アナはダメですね。めっちゃ楽しみ、バレるのが。早くバレないかな。なんかでも他にも刺さってたから多分気づかない、しかも黒だから気づきにくいんだよね。その2人から二人から絡まれてるから、青木さんにいたずらすると楽しみだね。リカちゃんはでも気づきそうだな、なんかちょっとやらないとね。12分から始めます。そうなんだよ、でも明日会うから明日気づくか気づかないかですね。明日も明後日も多分なんかどういう反応なんでしょう。最近冷たいとかじゃない、ずっと冷たいリカちゃんの方が気づかないと思う。捨てたれるさらら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 、まあそれもある。リカちゃんだったら捨てると思う、リカちゃんだったらしてると思う。ちちちちちちち、尊い、ありがとうございます。あ、そうか、もうお正月仕様終わったんだ。手形会とサイン会って一緒にやるんだね、ああいう感じでやるんだね。
はい、私は大貧民です。え、普通にすごい、2回目じゃん。フォローしました、ありがとうございます。目玉焼きにはお醤油、おめでとう、ありがとう、どういたしまして。本当にドラえもんがいてほしかった人生だった。あ、で昨日どうやって壁に私は墨汁をつけたんだろうと思って動画を見てたんですよ。そしたら普通に買い取った、びっくりした、面白いぐらい書いてた。今日までがなんかお休みらしいで、明日からは普通通常らしいです。SKE はなんかグループによって違うみたいな書いてありました。今日までらしいです、この時間帯にやっていいの。だから多分メールも今日までだと思う。あ、そうか、4が強いんだ、普通にやってた。そうね、明日から通常、多分5までだったからですよ、うん、微妙ツツツツツツン。動画見た女の子、普通にこうやって書いてた、ちょっとびっくりした。え、上がっちゃうよ、アナ、すいません、ありがとうございます、優しい。私今富豪になりました、大富豪から、じゃあ大貧民から富豪に上がりました。びっくりした、普通に今年最初からいい思い出ができましたね。はい、じゃああと2回やりたいと思います。17分から始めます。ボイスメッセージが解禁されました。え、なんか昨日その誰かのサイン会か手形か応募してた人をなんか1対1かと思ってた。あれ配信なんだね、ありがとう、ありがとうございます。まさかの、本当にすごい、ありがとうございました。あんな手形を押すことないよね、普通に生きてたらさ。まあ個人で家でやるかもしれないけど。17分からです。昨日応募しました
みおちゃん。ズン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 、やりまーす。さあどうだ。お、おめでとうございます。お相撲さんからか、すごいアナンの奇跡持ってるもんね、すごい。フォローしました、ありがとうございます、おめでとうございます。アナンちょっと、アナンは生命線が長いのでそこを見てください。なんか当てる人限られるよね。ちょっと映るの？映るのかな？映るかなと思ってた。なかなか取れないか。めっちゃ長いんですよ、あの本当に生命線だけは長い、本当に多分300いくつまで生きるぐらい長い。初切りは慎重にいきましょう。矢切りでした。そう、本当に長いの。いや、生命線ってなんかうおすごい、みねちゃんマスカケ線？何それ、美味しそう。150ぐらいか。どうなんだろうね。でもいつかさ、人生無限な時来そうだよね。何マスカケ線って、なんかちょっと渋いお菓子でありそう。お、すごい。え、すごくない？普通に大貧民の方がさ、あ、これは負けられない戦いだけど負けちゃうな、杉山氏。お、と思っていたら、富豪ですね。不合でした。ということでラストは、ラスティンは22分から始めます。それが長いんだ、すごいじゃん。あ、それがあるんだ、すごい。そうそうそう、なんか緑のせんべいでありそう。なんでそう、そうなんだ。なんか手相占いって面白いよね。な、本当に手の甲まである、平こう反対側の手の反対側まである。なんかこれがなんか手になってるといいとか言わん？天才の人に会うならな、絶対あるじゃん。あと1分。何万人に1人はすごい、普通に。それはすごい。あの占い行ってみたいんですよね、行ったことない。なんかあのフロー、雑誌についてる雑誌占いとかしか見ない。あと目覚まし占いはめっちゃ中1の時ハマってた、やばいぐらいハマってた。
さあどうでしょう。おおめでとうございます。やったん、おめでとうございます。しかも大富豪。最初から革命しちゃいました。なんちゃも線が出てくるか、出てくる可能性があるんだ、それはすごい。じゃあお笑い線が先に出てくるね。ちょっと何言ってるか分かんないですけどね。もののさん推し。スマホ1台しかないから配信中の大変も難しい。ああなるほどね。次回に期待します。期待しましょう。まあ、いつかは当たるか。いつかはいつかに来るよ。だって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 。誰か革命返しをしてくれ。ルールが分かると面白い大富豪。アロビのアナちゃんの絵と面白かったな。本当に分かんないんですよ絵と。すごい。本当は何匹いるんですか江戸って。なんだっけ、猫がじゃなんか仲間外れされたんだっけ。そんな感じですよね確か。大きな愛でもって愛して。失礼します。ありがとうございました。12? あ、1匹多いんだ。ラクダはないんだけど。え、ラクダないの？そうなんだ。それは残念だね。ラクダって結構好きなんですけど私。はい、ということでたくさん対戦ありがとうございました。2000見てくださった2295人の方ありがとうございました。コメントしてくださった方ありがとうございます。ギフトとしないでくださった方ありがとうございました。それではまたな。ありがとうございました。バイバーイ。